ウェストバトンルイジュ軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の中央部に位置する軍であり、面積では州内最小である。2010年国勢調査での人口は23,788人であり、2000年の21,601人から10.1%増加した。軍長所在地はポートアレンであり、 同軍で人口最大の町でもある。ウェストバトンルージュ軍はその教育制度に対する評価が高い。ウェストバトンルージュ軍はバトンルージュ大都市圏に属している。プラーク民文化のマウンドがあるメドラ遺跡が軍内南東部隅ミシシッピ川がヘアピンのように屈折した場所にあるマンチャックポイントの反乱原バイユーボルボーに隣接してある。この遺跡が プラーク民文化とその時代を定義させることになった。1939年から1940年の冬に、ルイジアナ州立大学と公共事業促進局の合同プロジェクトとして、ルイジアナ州考古学調査所のために、ジェームズ・エイフォードとジョージ・アイ・クインビーによって発掘された。ウェスト・バトン・ルージュ軍は1807年に設立され、1812年までは、 バトンルージュ軍と呼ばれていた。1853年、バトンルージュグロステトオペルーサス鉄道が認可された。この会社線は、バトンルージュ市からミシシッピ川を挟んで、西岸、現在のポートアレン市が、東側終着点だった。上記渡し船サニーサウス号が1日3回側を、渡しバトンルージュ市までの鉄道に繋いだ。 この鉄道は西に隣接するアイバービル郡のローズデールの村を通っていた。グロステトの村近くでバイユーグロステトに達すると北西に転じてポイントクピー群のリボニアに通っており総延長は26マイルあった。リボニアから西、アチャファライア川までの路上は1861年までに準備されていた。南北戦争の勃発によって路上に線路を敷く。 工事が妨げられた。オペルーサス島での路線が建設されることはなかった。ルイジアナ州が合衆国から脱退した後、ウェストバトンルージュ軍で二つの民兵隊が立ち上げられた。一つは、H.M. ファブロー隊が指揮するデルタライフル隊、もう一つは、ブラスリーランディングの狙撃兵隊であり、クレオール人のフランス語話者の中隊を、ウィリアムズ隊が指揮した。 このニコ中隊は、ルイジアナ第四連隊に加えられ、ロバート・ J ・バーロー大佐が指揮し、ヘンリー・ワトキン・スワレン中佐が、副官になった。この連隊は、シャイローの戦い、バトン・ルージュの戦いなどに参戦した。鉄道は1862年5月まで運行され、サトウキビ、綿花を運び、またデルタライフル隊を含み南軍も運んだ。 1862年5月に北軍がバトンルージュを占領すると、鉄道の全車両は、捕獲を逃れて、鉄道線の西端まで送られ、戦争が続く間はそこに保管された。戦中、鉄道会社の社長は、JV デュラルドだった北軍がバトンルージュを占領する、相場、市民の多くが、ウェストバトンルージュ軍に避難した。バトンルージュの戦い前に、 ウェストバトンルージュ軍の堤防下に南軍の走行砲艦 CSS アーカンソーが繋がれているのをサラ・モーガンが目撃した。モーガンは軍内でバトンルージュの戦いを観察した。CSS アーカンソーは戦いの間に北軍の装甲艦 USS US へセックスを攻撃できる位置につこうとして上流に進んでいる時に推進機関が故障した。このことで ウェストバトンルージュ軍側の岸にそれ、座礁した。CSS ンソーの乗組員は、敵の手に落ちることを避けるために、艦に火をつけ、新戦させた。1864年5月、レッド側方面作戦で失敗した北軍のナサニエル・バンクス少将指揮下の部隊が、ニューオーリンズに戻る途中で、ウェストバトンルージュ軍のローズデール道路を通った。 南北戦争の最終盤、激しい雨で、ウェストバトンルージュ軍の堤防が決壊し、地域を溢れた水で満たし、一時的に戦闘が停止された。この頃、ウェストバトンルージュ軍とアイバービル軍、さらに下流のポイントクーピー軍が、組織のないゲリラ部隊が出没したとされている。彼らは、地域住民に対して多くの犯罪を犯し、 堤防を修理していた労働者や川もにいた北軍の蒸気船に発砲した。北軍の役人と南軍の当局はこれらの無法行為を非難し、どちらもゲリラ組織を解体しようとした。このゲリラ問題が片付くまで北軍と南軍の間に一時的な休戦すら成立した。南北戦争後南北戦争前は、ウェストバトンルージュ軍を含むルイジアナ州南部で、 砂糖産業が繁栄していたが、戦争で、これが壊滅した。北軍が、ミシシッピ川を支配したことで、砂糖製品を市場に運ぶことができず、馬やロバは北軍に徴用され、農作物は収穫されないままに残されたので、戦争が終わった時に、砂糖産業は、破産状態だった。砂糖プランテーションの多くが、北部の資本家の手に渡った。ウェストバトンルイジュ軍も、 例外ではなかった。ウェストバトンルージュ軍裁判所事務所に残された上渡記録では南北戦争終戦直後の数年間に負債を払うために保安官事務所で多くのプランテーションが売却されたことを示している。バトンルージュグロステトオペルーサス鉄道は戦後に運行を再開したが農業の衰退のために不況が続いていた。 さらに所有していた69人の奴隷が解放され、労働者を雇用する必要があった。また1867年に、軍内北端で起こった大亀裂によって洪水が起き、ミシシッピ川の西約6マイルにあった区間に大きな被害を与えた。利益の出なくなった鉄道会社は1883年に運行を止めた。路線は、ルイジアナ中央鉄道が取得し、 1902年まで運行した。1871年、テキサスパシフィック鉄道がアメリカ合衆国議会から南側の大陸横断鉄道建設を認可された。この路線は州内エストエゴから北西にミシシッピ川西岸を通り、アレクサンドリアとシュリーブポートを抜けてから西のテキサス州フォートワース、エルパソに向かい、そこで サザンパシフィック鉄道と接続するものだった。この路線は、ウェストバトンルージュ軍南西部を抜けていた。軍南部に中継点が設けられ、そこから視線が12マイル北のミシシッピ川西岸に、伸び、バトンルージュ市の対岸、当時すでに、ポートアレンと呼ばれていた町に達した。この中継点は、バトンルージュジャンクションと呼ばれた。バトンルージュジャンクションの周りに、 アディスの街が成長した。テキサスパシフィック鉄道は1899年にポートアレンからニューローズまで、さらにアレクサンドリアまでの支線を延長する通行権を取得した。20世紀1912年5月、北のポイントクーピー群ーラス近くで堤防が決壊し、洪水は ウェストバトンルージュ郡北部から南部のテキサスパシフィック鉄道の西アディスにまで広がった。テキサスパシフィック鉄道は1976年にミズーリパシフィック鉄道と合併した。さらに1997年にはミズーリパシフィック鉄道とユニオンパシフィック鉄道が合併し、ユニオンパシフィック鉄道のテキサスパシフィック部となった。 20世紀初期にサザンパシフィック鉄道がラファイエットから群内アンカレジまで支線を建設した。この線は直線でありアチャファラや盆地を抜けることで知られた。この線は利益を出せずに1920年代に廃線になった。サザンパシフィック鉄道はこの線の小部分の通行権を保持している。1906年からミズーリーパシフィック鉄道が 軍内アンカレジからイーストバトンルージュ軍のバトンルージュまでミシシッピ川を渡すトランスファーボートと呼ばれたジョージ・ h イチ・ウォーカー鉄道フェリーを運行した。このトランスファーボートは蒸気動力であり、甲板にレールを敷き、客車や貨車がそのまま積み下ろしできるようになっていた。1947年9月2日。 鉄道線路を備えたヒュイピーロング橋が完成し、トランスファーボートの役目は終わった。1943年から1946年半ばまで、軍内には戦争捕虜収容所があった。この収容所には、ドイツ人捕虜が収容され、プランテーションの労働力として使われた。ポートアレンの6番通りに面する軍所誘致に置かれていた。 軍内ブラスリー近くにはシンクレア・シュガー歴史地区がある。ウェストバトン・ルージュ軍博物館はポートアレン市にあり、軍の歴史に関する情報を展示している。アディスの町は町の歴史に関する博物館を運営している。ウェストバトン・ルージュ軍は軍政委員会が統治している。保安官事務所はポートアレン市の軍庁舎に入っており、 軍政府ビルと図書館とは通り向かいである。保安官事務所は、刑事事件と民事事件双方を扱っている。民事事件は、軍庁舎で扱われるが、刑事事件の機能は、刑事部と週刊所のある、ノースウェストドライブ沿いの近代的複合ビルに移された。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は204平方マイルであり、 このうち陸地191平方マイル、水域は12平方マイルで、水域率は6.10%である。軍南西部は人の住まない森林地である。最も目立つ地形はミシシッピ川であり、軍の東側境界になっている。川の堤防が軍を洪水から守っている。ウェストバトンルージュ軍はアチャファライア川国立歴史遺産地域の二河川地域に、 含まれている。ウェストバトンルージュ軍は、ヒューイ・ピー・ロングハッシュとホレス・ウィルキンソン教で、イーストバトンルージュ軍と結ばれている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウェストバトンルージュ軍ズ・ウェストバトンルージュ軍教育委員会が地元の公立学校を運営している。カトリック教系のホリーファミリー学校は、幼稚園生から8年生までを教える。 私立学校である。チリ、ありがとうございます。